ない仲間がいた。人知れず孤独と向き合いながら世界へ羽ばたくやつもいた。震える勇気を握りしめながら、そして僕は部屋の中膝を抱え抑え込んでいた。不安で張り裂けそうな心を消えてしまいたい衝動を、卒業アルバムに描いたような憧れの日々を過ごせてますか。でも答えはまだ希望という一ページがある。遠く走り続けるあなたへ、今歩き始めてく僕らへ、きっと一人じゃない、だから頑張れよ。誰も皆同じ道の上で強く涙こらえたあなたへ、泣きつかれ眠る僕らへ、ほらもうすぐ夜が明けそうだよ。そのドアを開ければ光が差すんだ。今日も自分なりの空を見上げれば